こんにちは、湘南大森クラブです。今回は、茅ヶ崎瑞希にある台湾料理、千香房にお邪魔しました。最寄り駅は、相模線の香川駅ですが、車での来店が多そう。定食も豊富にあり、700円とコスパ良し。台湾と、コツラーメン。焼肉丼。いただきます。バリエーションを含めた麺5種と丼物の6種、&チャーハンをセットにした、ラーメンセットがお得なので、こちらを注文。ラーメンはしょっぱすぎず、ちょうど良い味付け。量は結構多め、お昼はがっつり食べたいって時におすすめです。名古屋の台湾ラーメンとは違い、そこまで辛くないのが嬉しい。初めて名古屋で台湾ラーメンを食べた時は辛さにびっくりして、二口目からは味もしなかったのですが、こちらのお店の台湾ラーメンはピリ辛よりちょっと辛いくらいなので大変美味しくいただけました。ガーリックも効いてます。夢へ。焼肉丼ぶりは野菜がしっかり防止されており、シャキシャキ。タレも台湾風の香りがして、米に染みた部分がうまい。肉は豚バラか肩ロース、歯ごたえがあって美味しいです。ラーメンセットは結構なボリュームで1000円以下でコスパ良し。定食もありますが、こちらは200円追加でスープがラーメンに変わります。共に1人前の量で1000円以下、嬉しいお店です。パクパクもぐもぐ、箸が止まることなく食べ終わりました。月一で伺いたいお店です。ごちそうさまでした。